やりたいって思ったからすごく嬉しいって思う反面、決まった瞬間すごい怖くなりました。だって自分が希望したカードで戦うんですよ。それってすごく緊張しますよね。嬉しいですけどね、やっぱり自分のなんて言うんだろう、今まで自分がやりたいとか自分の感情っていうものはこう会社にとってどうでもいいものじゃないですか。それをしっかり聞いてくれたことがまずすごく嬉しかったです。そうですね、今までこうスターダム、アクトレスガールズ、東京女子プロレスっていうとっても素敵な団体を通ってこの今ガンプロに来て、デビューする前だったらなんか想像つかない決断っていうかだし、でもなんかガンプロにいることは自分の中ですごくしっくりくるっていうか。どうしっくりくるんですか？本当にただ私でいるっていうか、もちろん今までも全力でやってきてたことに嘘はないし、思いっきりやってるのは今と変わらないんですけど、なんかちょっと耳を傾けてくれたりとか、私が気になっちゃったこととかをちょっと尋ねてみたりとか、そういうすごくなんかこう聞きやすいっていうか話とかしやすい、自分のなんかこうしなきゃいけないっていうものがあるじゃないですか、大人だからあるじゃないですか。でもそれをしなくていいっていうか、だからなんかもしかしたらすごいわがまま甘え放題になってるのかもしれないどっちかっていうと地元な感じに近くって、もちろん先輩だし、まあ異性だし、まあ女性の方もいるし、なんか地元に帰ってきた感じってあるじゃないですか。地元は千葉の稲毛海岸、はい、千葉の稲毛海岸のなんか中学校の時とかに私先輩とかすごく可愛がってもらってってなんかいろいろ連れてってもらったりとか、なんか言うな行くぞみたいな感じとか、すごいなんかその自分からするとお兄さんお姉さんだけど近くにいてくれる感じが、なんかガンプロにはそういうなんか安心する地元感みたいなのめっちゃあってでも なんかあんま良くないかもしれないけど、グラビアをやってて芝居をやってて、その先にプロレスがあって、そこにいた感じだったでしょ。その延長線上にプロレスをやってたっていうのは今までずっと思ってて、でもなんかガンプロに来て遅いのかもしれないですけど、改めてプロレスにちゃんと向き合いたいなっていう気持ちになれたっていうか、何がそうさせてたのかちょっと分かんないんですけど、そうなんか自分が知らないこともできないこともすごく多いなっていうのを改めて感じてすごく思いますね。今までそのやってきたやり方、教わってきた方法っていうのが、まあ今まで女子だったんで、女子と男子っていう違いもあるけど、なんかもうそれにとらわれたくはなくって、自分の中でなんかよく言われる女子式男子式違うみたいな、でも私からするとどっちもやってきてしまったから、なんかもうどっちにどうこうっていうよりかはマナセ式そう、それになったの。気にしないって教わった気がしたの、ガンプロに。だってそれこそさ、今成さん、私がさガンプロ初めて参戦した時、今成さんとタッグ一緒にさせてもらって試合したんですけど、今成さんはすごくこう試合を楽しんでね、今日はもういっぱい楽しんでねって声をかけてくれて、ありがとうございます、頑張りますってした中でも、誰よりも楽しんでたのが今成さんだったんですよ。声を上げ、なんかその日歌歌ってて、なんか試合中なのになんか歌歌って攻撃とかしてて、あ、こうじゃなきゃいけないってないんだなっていう、プロレスって自由だなっていう
なんて言うんだろう、たくみさんって長与千草さんが好きでプロレスラーになるって決めて上京してきて、私グラビアやってて下乳足してデビュー戦して、もうなんか全然違うじゃないですか。なんかあんまり、でもなんかたくみさんそれをなんて言うんだろう、うわいやだなっていう風に、私が気づかなかっただけかな。だからやだなとかじゃなくて、うん、そういうのを感じなかった。もういるし、プロレスの世界、私がこれから挑もうとしてるプロレスの世界にはこういう人たちもいるっていう、そこは全然多分その柔らかい考えだった。ああ、こんなのと一緒にされたくないとかじゃなくて、そこはなんかこうあるんじゃない。それめっちゃ嬉しいです、そう思われてるのかもなって思うことって、それこそデビュー当時の方がすごくあって、やっぱりあのゆずきさんが引退される後、引退が決まってから私スターダム入ってるんで、2代目グラレスラーってすごく言われてたんですよ、当時グラビアを出身の人いました？いや、ゆずきさんぐらいじゃないですか。他にもグラビア経験したことはある人はいるのかもしれないですけど、大々的にやってる人っていうのは全然いなくって、からなんかやっぱりゆずきさんが先駆者で始まりだったんで、なんかそのもちろん私はゆずきさんのグラビア時代も知ってるし、グラレスラーになったゆずきさんもなんとなくは知ってたんですけど、まあ、まさか自分がプロレスやるとは思ってなかった時に、まあ、ゆずきさんが引退されるっていう話とちょうどこう一緒の時期で、でもぶっちゃけ嫌でした。2代目グラレスラーっていう言葉はだって一発目じゃないってことじゃないですか、し比べられるし、で一番最初に練習した技も私かかと落としだったんですよ。でそれってゆずきさんが使ってたやつで、まだ新体操やってたんで足は上がってすぐできたんですけど、なんかそのグラあまりにも初代グラレスラーの道がすごくこう眩しい道を歩いていられたんで不安もあるし、なんかそういうのとかはあったのを今思い出しました。まあでもそのやっぱでもそのそういう背景が、まあ、あったことが逆にその匠選手とのちょっと特別な関係というか時間が経ってもその、まあ、言ったら今回ってラブレター送ってるって言ったわけですよね。そうですね。そのある種その一方通行に、まあ、なりがちなそういうラブレターからすぐにその返信がね来たような感じだと思うんですよ。一緒やっぱちょっとそのやろうよっていうか、それがすごいいいなと思うし、うん、そのなんかラブレターの送受信が要は今この時間が経ってできたっていうのはそれだけその当時の、多分まだね密にお互い把握してなかったとしても何か残ってるってことなんじゃないですかね、その匠さんがそう抱いて、で僕聞いたのはマーセが鎖骨折った試合があったので、でもうこれでこの子はもう終わっちゃうんだろうなって思ったら這い上がってきたってすごいびっくりしたんですって。へえ、匠さんの凱旋の試合だったんですよ。だから本当ごめんなさいって言ったし思った。すごいそのなんか泣いててなんかしょぼんとしてたけど、でもこれできっとプロレスをやめちゃうんだろうなって思ったんだって。そしたら這い上がって復帰してきたっつってそれがなんかねすごいって言ってた。へえ、そっか、鎖骨折った時はなんか鎖骨を折るとここが動かなくなって、なんか私手に飾りつけてたんですけど、ここをこうやって噛んで、私何もしてないと思ってここで噛んで、アクトさんのことかやめようかって自分ができる技をバンバンやりまくって、そうだから写真こうなってて、まあだから
僕も意外だったのが、たくみさんがぽっちゃり女子プロレスを話を振ってきて、本当で、ちょっと泣きそうなんだけど。それでゆうなが吹っ切れたのをすごい感じました。そうなんだ。それは、うん、僕も場合によっちゃそれはあの興行を、ね、いろんなことやってるなっていう見方もできると思うけど、うん、純粋にあ吹っ切れていいじゃないみたいな、なんかそういう感じ方をしてくれたみたいです、ね。嬉しいな。たくみさんってもう本当にまっすぐな王道プロレスっていうんですか、正統派の中で、あの主催してくれた方に言うのはあれなんですけど、ぽっちゃり女子プロレスって真逆じゃないですか。だからなんかそれこそさっきグラビアをやってる自分と同じところにいることを嫌だなって思ってるんじゃないかなって思ったことがあるから、なんかわかんない、それをぽっちゃり女子をなんかそういう風に見てくれてたことも嬉しいし、私はたくみさんがそのマーベラスに行かれて、まあ、全部の試合を見れてるわけじゃないですけど、やっぱすごく活躍されてるんで、こう見てはいて、私は見てたんですけど、たくみさんはきっと私がこの6年間何してるか何も知らないんじゃないかなぐらいに思ってたんで、なんかそうやって見てくれたことはすごい嬉しいですね。だから特にまたその印象が、ね、もしかしたらずっと苦しいままプロレスをやってるのかなっていうイメージがねあったと思うんだけど、いや なんかこいつ吹っ切れやがった、まあ、それはだって実際心の中でちょっとそういう感触はあるわけでしょ。そうですね、そこは。でもなんかそれで言うとまだちょっと正直自分の中でも分かってないんですけど、今までの通ってきたプロレスをやってきたところがと今の真瀬優菜のプロレスが吹っ切れたっていうのの違い、だって試合で言うと技使ってるのなんて、まあポチャジョとかラリプロ以降ラリアットを使うようになったけど、試合の仕方って変わってないっていうか、自分の中でそのなんて言うんだろうな、まあスターダムの教えで華麗にとか美しくっていうのはあったんで、それは意識はしてはいたけど、今全然意識してないかって言ったらそうでもなくってだし、なんかその自分の中で吹っ切れたっていうのがのポイント、うん、が何かが分かってない、正直。それはでもあれでしょう、自分の体のことだ。ああ。それを要は、ユーナを受け入れたんだなっていうふうに取ったんだし、それをかつての同僚がから見てても微笑ましかったそれは重要なポイントでしょう。そうですね。なんかその一応ラストスパートをかけるっていうので、はい、本当になんか成仏するためにっていうか、の中でたくみさんっていうのは、ずっと最後の最後に戦いたいっていうか、ずっと温めてたっていうか、ずっと願ってたっていうか、だからなんかこれカードが実現してしまったら、私はすっきりしちゃうんですかね。いやだからそんなもうそんなの分からないんですけど。分かんない。その灰になろうがなりまいが、でも価値にはいかないといけないわけで、もちろん、ね、それはなんかオフの私の気持ちで、自分のリングの上でっていうのはまたスイッチも切り替わるし、これをなんかただ単にたくみさんと試合したい、嬉しい、試合できた、幸せだったにはしたくなくって、
そしたらもうそれこそ本当にやめた方がいいと思うんですよ。だからなんかもう一個自分の中で匠さんと戦うにあたって勝ちにいける何かっていうか、私は今の私だったらもうラリアットだと思ってて、匠さんが知らない私だと思ってて、今回ラリアットでいきたいですね。これで匠さんにさラリアットバーン決めれたらさ、めっちゃ気持ちくないですか。気持ちよくないですか。分かんないけど、いや気持ちさ大事だと思います。プロレスやっててなんかなんなってやるよりかはもう自分も気持ちいい、相手とやって楽しいがガンプロの試合じゃないですか。いや試合じゃないですか、それあんたは思ってるそういう定義であって人それぞれ違うんだよ。いや私頑張れプロレスで学びましたよ。いやそれ出したらいいじゃん。自分も楽しい、そして気持ちいい試合、それはきっと見てる人に伝わると思う。なんかそれで言うと前までだったら勝てる気がしないだったんですけど、今やっと負ける気がしないになってきたんですよ。これって自分の中で結構なんか大きい気がしてて、感覚として、うん、たくみさんって私のもうそれこそ先輩で、自分がすげえって初めて近くで見たプロレスラーで、はい、こんなことできねえって思ったんですよ、たくみさん見て、はいはいはい、だからそれぐらい自分の中で初めてのプロレスラーだったんで、うん、なんかまあ憧れだったりとかはあるんですけど、うん、きっとこの6年間私離れてからの6年間でたくみさんはいろんなまあ、マーベラス行って代表になっていろいろ経験したと思うけど、匠さんが経験してない試合いっぱいしてると思うんですよ。なるほど。それがだって超合金と戦ったことありますかね。ポチャミネーター、はい、私はポチャミネーターとも戦ってるし、なんかそういうのの戦ってきたっていう自信っていうのかな、それ強みになってる、うん、は確実になってて、そのだから私の中で匠さんへの憧れの気持ちはなくしたくないんです。けど私がやってきた道は匠さんは通ってないと思うんですよ。だからそこはすごく自分の中でなんて言うんだろう、昔の思い出だけに浸ってるっていうつもりはなくって、もしかして強いのかもしれない、思いが。だってそれはエンジンになってうん、だからいいエンジンになってて、あの時はこうだったけど今は違うんだぞっていうのは自信を持って言えますし、見た目も変わったでしょから、なんかそこはなんかうん、正直そこまでこう、今成さんはきっと私が今自信がなく過去の思い出にしたって、ああやっと試合できる幸せって思ってるのかもしれないですけど、結構どっちかというと試してみたい気分が強い。ああそういうね、うん、自分の培ってきたものを、うん、ぶつけたい。ぶつけたいっていう。なるほど。育つあれが高校が違うみたいなね。高校が高校じゃないですよ。もっともっと違う。はっきり科目がもう全然違う。あ、そうですね。うんうんうん。そんな印象なんですよ、ね。専門なんていうんですかね。道が同じところでスタートしてもいろんなとこ行くのと一緒で、うん、でもやっぱり同じところにいたっていうのは、まあのうんね、レール違うようで同じでもプロレスというレールを、ね、歩いてたっていうのは部分ではある意味そこが交わるっていうのはなんかすごい絶妙なタイミングですね、うん、そうです ね、 ねこれが早くても遅くても今じゃないとっていうだったのかもしれないですね。しますね、うん、なんか取っときたい気持ちもあったんですけど、もうそれをする時間も余裕も私にはないなって、なんかあるじゃないですか、好きなもの、ご飯、好きな食べ物、最後におかず取っときたいみたいなあったけど、どんどん美味しいものを食べていかないと、全部好きなものを食べればいいんだと思って余裕もねえし、そんな余裕は私にはもうない。もうやりたいと思ったものを
をやりたい、やっていいよって言われたらどんどんやっていかないと。それはいいんじゃないですか。時間がない、そう思う。